チェル、ミラクル、ミチラリルーン、魔法のステッキを、そのメロディーを聞かせて。登録を確認しました。契約を完了いたします。松島ミチル、今からあなたとステッキは紐付けされます。なお、もう一度呪文を詠唱することにより異世界対応戦術モードに移行します。異世界戦術、簡単に言うと変身できます。やった、するする。なお、モード移行の際には激しい光と強い衝撃が発生します。妊娠の可能性のある方や飲酒している方が使用する場合は十分にご注意ください。オッケーオッケー、問題ないでしょ。チルチル、ミラクル、ミチラリルーン、魔法のステッキを、そのメロディーを聞かせて。認証を確認しました。世界対応戦術モードに移行します。今ほぼ全裸でしたよ。ナイス。ちょっと、なんで動画撮影してるのよ。ミチル様がご自身で変身した時の様子を確認できた方が良いかと思いまして。あー、確かにね。じゃあちょっと見せて。おい猫野郎、ほぼ服なくなってるじゃない。一瞬だから大丈夫にゃ。それに大事なとこは見えてないから気にすることないにゃ。開こうか。あら、開こうか。大事なところ…破れた服弁償してくれるんでしょうね。一旦魔法で分解して転送、保存してるだけにゃ。後でちゃんと元の姿で戻ってくるにゃ。ああ、そう…でも、それはともかく、この魔法少女の服、めっちゃ可愛いんですけど。ええー、おっしゃる通りですね。アイドルとしてステージ衣装にも使えそうなほどキュートです。普段のやぼったい制服よりは多少の色気もあるしな。ふふふ、私すっごく嬉しい。魔法少女になってよかった。感動したよ、魔法少女ミチル。はい、魔法少女ミチルです。よ、結局のところ変身中はほぼマッパ。はい、ほぼマッパです。浮かれてる場合ではないにゃ。セブンズカオスが動き出す前に魔法の特訓をしなくてはいけないにゃ。へ、特訓とは。特に厳しく訓練することよね。このステッキを振れば簡単にすぐ魔法が使えるんじゃないの？そんなわけないにゃ。まずは魔法の使い方を覚えて、それを応用して敵を封印する。やだのやだの、それ面倒なの。やめた。これは…また死んだの。あたし、ねえ。ステッキは契約した後、
持ち主と離れないように魂と結びつくにゃ。魂と結びつくとか、そんな恐ろしい契約なのこれ。魔法少女になるってことは、そんなに責任重大なの？恐ろしいというかな、まあ、置き忘れ防止？置き忘れ防止だったらピピピってなるぐらいでいいじゃないのよ。なんで魂が抜けるのよ。設計したのは僕じゃないから、そんなの知らないにゃ。早く戻らないと死ぬにゃ。おお、サチ、あんたほうき持ってるでしょ。それで私の頭を叩いて、そうすれば戻れるから。はい、かしこまりました。そっちじゃなくてこっちの私、魂の方の。え、はいはい、なるほど。おやおや、こちらの方のミチル様が急に動かなくなりましたけど大丈夫でしょうか？大丈夫じゃないわよ、早く早く。はい、ではそちらの方のミチル様の頭を叩かせていただきます。魂が体に戻っていく。モグラ叩きみたいなもんだ。ジェストあの、魔法少女の件ですけど、契約解除できませんかね？無理にゃ。この世界にはクーリングオフって言いましてね、訪問販売の契約を1週間以内であれば解除できるという、私が月5で使ってるシステムがあるんですけども。そんなの知らないにゃ。今回の契約はセブンズカオスを封印するまで続くにゃ。そのステッキにちゃんと書いてあるにゃ。そんなの書いてないわよ。え、これこの端っこにちっちゃい文字で、こんなの詐欺よ。黙れ、騙される者こそ愚かなり。急に厳しい。え、文句言っても始まんねえんだから、魔法の練習してみたらどうだ。案外楽しいかもしれないぞ。まあ、あさこさんがそう言うならやりますけどね。さしてくれるとありがたいにゃ。まず一番最初に覚えなくてはいけないのは移動魔法にゃ。ああ、あれでしょ、風機に乗ってシュボパーって空飛んじゃうんでしょ。それってすってぎー。その通りにゃ。風機はどこかにあるかにゃ。ああ、サチなら風機たくさん持ってるわよね。それ一本くださいな。いいですけど、見た目は普通のほうきですが、日頃のトレーニング用として特注したものなので20キロはありますよ。持てますか？え、本当に？木ではなくて鉄製ですし、重量上げに使うバーベルの棒だけみたいなものだと思っていただければ。あんた、さっき鉄製の棒で私の頭バンバン叩いたの？叩けと言われたものですから。うわぁ、私よく生きてるな。松島は生命力だけは無駄に強いからな。よかったじゃないか、石頭で。ダメにゃダメにゃ、そんなに重いほうきじゃ空は飛べないにゃ。他にほうきはないのかにゃ。あざこさん、お店を掃除するときのほうきは？ほうきなんて今どき使わないだろう。だが、モップみたいなものならある。ちょっと待ってろ。モップか、雰囲気出ないけど仕方ないかな。これだ。使ってない新品をわざわざ出してやったのに生意気な。
これはな、水を吸ったら。あ、便利。これこそ機能美。とてもいいものだろう。ささ、持ってポーズをとってみろ。ん？ほら。な、って言われてもな。あら、ミチル様、とってもお似合いですよ。でも、スポンジワイパーって魔法少女っぽくないっていうか。今はそれでいいんですよ。成長して立派な魔法少女になったら、吸引力の落ちない唯一の掃除機買ってあげますから。それで飛びましょう。いや、それもちょっと違う気がするんだけどな。ここじゃ狭いから、広い場所で飛行訓練するにゃ。あいあいさー。ではただいまより飛行訓練を実施するにゃ。その前に大切なポイントを一つ。魔法願い？それってなんだか漠然としてない？心で強く願うこと、何かを求めて望む力、それをステッキに組み込まれている魔法石で増幅させて魔法が発動されるんだにゃ。どうせ聞いても理解できないんですから、ひとまず飛んでみたらいかがですか？そうね、見よう。願う力、飛べますように飛べますように。おまた痛くないですか？うん、ちょっと食い込んでなんだか痛いというか不思議な気持ちになるんだけど、登り棒を思い出すのように。おまたのところにタオルでも挟みましょうか？そんなのは必要ないにゃ。願う力、つまり魔力が強ければ痛みも感じなくなるのにゃ。わかったわ。飛べますように、飛べますように。えい！浮きました。から地面に落ちましたけど。願う気持ちがあれば飛べるんじゃなかったの？あとは多少のバランス感覚も必要みたいだにゃ。いや、それを先に言ってよね。魔法は特訓あるのみにゃ。さ、もう一回やってみるにゃ。願う力、信じる力、えい！うわあ、2回も、1日に2回も顔から地面に。ミチル様、右耳から若干の血液が流れていますが、ファッションでしょうか？血でもファッションでもないわ。これは汗よ。魔法少女は右耳から血なんて出さないもの。はい、もう一回にゃ。グズグズしてる暇はないにゃ。わかってるって怖っ。あ、今度は左の耳からも汗と言い張る赤い魔女汁が。鈍痛が、ひどい鈍痛が。この姿勢をキープできるようになりました。キープはできてますけど、低すぎるにゃ。
これではちょっとした段差に引っかかってしまいますね。自動掃除機のルンボでさえもうちょっと段差を乗り越えられるはずですが。さあね、ここまで成長したんだから褒めてよね。私褒められて伸びるタイプなんですけど。ミチル様は伸びるんですか？どこがですか？アキレス腱ですか？アキレス腱が伸びることを人は負傷と呼ぶのよ。もうこれ以上傷を負いたくないわよ。魔法少女が電車移動っていうのはちょっと。じゃあ徒歩。徒歩もやはり飛んでなんぼかと。無駄口叩いてる暇があったら前に進んでみるにゃ。わかったわ。ちょっと重心を前にすればいいのよね。おりゃ。まるで生まれたての小鹿のようですね。私そんなにヌルヌルしてる？そこに注目しますか。普通は震えてる方に着目するんですが。でも飛んでる。私大空を飛んでるわ。おめそのセリフ言うのは10年早いわ。いやいや、実際飛んでるじゃない。スピードや高度はまだまだだけど、これは人類にとって大きな一歩である。セブンズカオスを探しにパトロールに出るにゃ。そうですか。結構厳しいですね。では私は9029でお待ちしておりますので、行ってらっしゃいませ。なんで一緒に行かないの？高度と速度は受け入れられても、その震えが生理的に無理です。そうですか。何あれ、コスプレ？飛んでるのか？だいぶ低いぞ。ずっと震えてるし。警察呼ぶ？大丈夫でしょう。警察は呼ばなくて大丈夫ですよ。ただ無害に震えてるだけなので、おじいちゃんみたいなものだと思ってください。なんだ、おじいちゃんか。それならいいのだけれど。おじいちゃん、お餅食べますか？食べます、好物です。ねえ、めっちゃ見られて恥ずかしいんだけど。人目を気にしてる場合じゃないにゃ。君には世界を救うという大切な使命があるにゃ。それはそうだけど、魔法ってもまだ飛行魔法しか覚えてなくて、世界は救えるの？臨機応変にやればきっとなんとかなるにゃ。そんなものかな。それにセブンズカオスを探すって言っても手がかりは？そのステッキはセブンズカオスを探す役目もあるにゃ。これが？うわあ、飛びながらステッキを持つとバランス崩れる。さっき片手で食べ物もらって食べてたのにニャ。お餅は平気、餅は別。そうかニャ。で、そのステッキはカオスを感知すると音が鳴るニャ。近づけば近づくほど音が大きくなるから、それでカオスを見つけるというわけニャ。なるほど、金属探知機みたいなものなのね。金属？この世界ではそういう物質があるのかニャ。そっちにはないの？金とか銀とかそういうの。ああ、こっ
っちの世界でいうところの魔法金、魔法銀かにゃ。え、そんな言い方するのね。じゃあコップのことはなんて言うの？魔法コップにゃ。瓶は？魔法瓶にゃ。じゃあ魔法瓶は？魔法瓶瓶にゃ。どうしてそこだけルール変わるの？おかしくない？どうしてって言われてもそういうものだから仕方ないにゃ。カオスにはコアというものがあって、それをステッキで触れるとメダルに変化するから、このメダルケースに入れるにゃ。見せて、ケース見せて、今すぐ見せて。鬱陶しい魔法少女にゃ。はい、これにゃ。わかり、その真ん中のとこに入れれば中に吸い込まれて収納される仕組みにゃ。ほう、いいですか。それでこれが噂の願いが叶うボタンね。どれどれ。なあ、押したらダメにゃ。7枚揃ってない状態で押すと恐ろしい罰が与えられると書いてあるにゃ。何よ、ケチくさいわね。1回ぐらいチャレンジしてもいいじゃない。もしかしたらいけるかも。いけないにゃ。これは僕が預かっておくにゃ。チッチッチー。それで話は戻るけど、コアに触れるってただ触れるだけでいいの？ワンタッチでメダルになるの？そうにゃ、説明書に書いてあるにゃ。でもコアを出すまでが大変だし。そっか。もし全部封印して7枚メダルを揃えたら夢が叶う。邪悪なエミニャ。よし、パトロールを続けましょう。さっきから全然移動できてないけどニャ。あ、怪しい人影発見。あのおじいちゃん震えすぎじゃない？きっとあれこそが噂のセブンズカオス。あれはただ単に震えすぎのおじいちゃんニャ。タッチしてみていい？反応してないから無駄だと思うんだけどにゃ。えい！メダルにならないな。外れか。はい、こうか。ああ、タイコ違います。噂の新人魔法少女みちるちゃんです。そうかい、そうかい。大きくなって。おじいちゃんこそ元気そうで何よりで。それじゃまたね。タイコよ、元気でな。わしゃ一風呂浴びてくるわい。やっぱり簡単には見つからないみたいね。そりゃそうにゃ、カオスのいるところには何か予兆があるはずにゃ。あそこのおしゃれな喫茶店、みんな同じパソコンでカチャカチャしてる。あれは予兆なのかにゃ。そうよ、だって喫茶店でパソコンなんてやる必要ないもの。しかもみんな同じメーカー。これはきっとカオスに違いないわ。ちょっと行ってくる。お客様、低空飛行でのご入店はお断りさせていただいておりますが。あ、すみません。でも私魔法少女なんで、これで移動なんです。お言葉ですが、魔法少女はほうきで飛ぶものではありませんか？そちらはスポンジワイパーですよね。手頃なほうきいなくてですね。そうですか。お客様、残念ですが魔法少女の入店に関しましては本部に確認を取ってからでないと何とも。店員さん、世界が大変なんです。本部に問い合わせてる場合じゃないんです。だからここにいる全員の頭をステッキで叩かせてください。警察呼びますけど。はい、すぐ帰ります。徒歩で。スタ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 。あのお店は問題なかったわ。本当かにゃ。成果ゼロにゃ。
こんなのやだな、帰るな。まあ初日だし、このあたりで勘弁してやるにゃ。やったー、帰ってマンゴーアイス。それで尻尾を丸めて帰ってきたってわけか。そうなんですよ。ピタ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 、アイスうめ。これじゃあ先が思いやられますね。何か手がかりが見つかるといいんだけどね。しかし本当に服は元に戻るんですね。不思議。さすが魔法です。さっき説明したにゃ、変身の時は破けるんじゃなくて構造自体を。ここからの時間は世界スポリンピック大会特集の予定でしたが。ん、どうした？北がまた衛星でも上げたか。朝子さん、音量を14に上げてください。小峰のとこのテレビはそれでいいかもしれないが、うちでは25まで上げるぞ。細かいやりとりはいいから早く聞かせるにゃ。行楽客で賑わっていたプールが一転、混乱に陥っているようです。プール？どうしたんだ？何か思い当たる節でもあるのか？いえ、まさかプールだなんて。こんなにも早く水着界に導入があるとは。水着界？こっちの世界にはそういったものがあるのかな？そうです。この世界で胸圧と呼ばれる展開ですね。現地に立花リポーターが到着しています。立花さん、立花さん。はい、こちら現場の立花です。笑顔で泳いでいた人々が途中として理性を失い、自分勝手に暴れ回るという事案が発生しています。集団パニックではないかと思われますが、原因ははっきりと分かっていません。どういった経緯なのでしょうか？目撃者の話によりますと、一人の男性の様子が急変、突如として怒り出し、それが周囲の人々に感染するようにしてパニックが広がった模様です。怒りが感染？それは不可解な、まさに異常事態ですね。はい、人々は見境なくプールの中に飛び込み暴れ始めたそうです。現在でもプールの中では老若男女問わず様々な人々が奇声を上げています。不思議とプールからは出てきませんが、外に出てきたら暴動に発展する恐れも。深刻な事態ですね。なんだこれ、おかしなこともあるもんだ。みんな暑さでやられちまったのか。これはきっとセブンズカオスの仕業にゃ。これがカオスの力なの？今すぐ現場に急行にゃ。事態を沈静化するために警察が出動していますが、数が多くて手がつけられない状態です。またどうしました？何か異変でしょうか？西の空から飛行物体が。あれは鳥でしょうか？いや、こう、目のゴミでした。目のゴミか。ゴミか。いや、違います。あれは魔法少女？魔法少女ですって。私以外にも魔法少女がいるってことなの？それはその、魔法少女は一人だけじゃないにゃ。もう一人でも。え、あの女の子、まるで。突如として現れたもう一人の魔法少女。一方ミチルはアイスを急いで食べたため、若干お腹痛いなぁと思うのであった。果たして物語の行方はどこへ向かうのか。アイドル魔法少女チルチルミチル第3話、もう一人の魔法少女、次回に続け。前回までのあらすじ。変身の才能ゼロ、点で変身できないミチルだったが、ついに禁断の力を手に入れ魔法少女になることに成功した。
時を同じくして楽しげなプールがセブンズカオスの手によって地獄絵図になってしまう。果たしてミチルはカオスに操られた善良な市民を救うことができるのか。そしてネズミと共に現れたもう一人の魔法少女の正体とは。第3話もう一人の魔法少女スタート。なぜここで旋回しているでちゅか。早く仕事を。待ってるの。待ってるでちゅって。そう、来るのを待ってるのよ。誰にも秘密。第3話もう一人の魔法少女。チルクルミラチルミチラリルン。魔法の席を、そのメロディーを聞かせて。認証できません。なりすましの可能性がありますので、液晶に表示されている画像の数字を入力の上、再度呪文を詠唱してください。おい、今このタイミングでそれ来る？あ、さすがミチル様です。大事なところでのおとぼけ、リアクションはタハーでいいですか？タハーでもズコーでも何でもいいわよ。早く行かないと、あの魔女っ子に先を越されるぞ。あわわわ、落ち着くにゃ。ちゃんとあの時と同じ感じにすれば変身できるはずにゃ。わかったわ。チルチル、ミラクル、ミチラリルン。魔法のステッキを、そのメロディーを聞かせて。認証を確認しました。よし、来た。メールアドレスの登録はお済みですか？呪文を忘れた際の問い合わせに必要です。いや、そういうのいいから。では確認のため、もう一度呪文の演唱をお願いします。めんどくさいわね。チルチル、ミラクル、ミチラリルン。魔法のステッキを、そのメロディーを聞かせて。認証を確認しました。異世界対応戦術モードに移行します。はいいからさっさと行け。はい、では行ってまいります。いざ、ほうきにて。ほうきじゃないけどにゃ。うっさいわね。さあ、行くわよ。徒歩で行った方が早いんじゃねえか。やだな、せっかくの初出勤、ここはぜひほうきで。ほうきじゃないですけどね。店に入るための階段、登れるか？そこそこ急だぞ。あ、そうですね。徒歩で行きます。徒歩だけに徒歩歩ですか？ズコー。言ってないし。もう待てないでちゅ。このままじゃ。それは私が決めることでしょ。あなたは黙ってそこにいればいいの。でちゅが来るかどうかもわからないのに待つなんて。いいえ、来たみたいよ。徒歩で。徒歩で？それは随分徒歩歩でちゅね。しかし、徒歩ってことは、人違いじゃないでちゅか？少し黙りなさい。ちゅう。遠い。めっちゃ遠い。途中で電車を使えばよかったにゃ。ですがに、
この格好で電車乗るのは恥ずかしいのよ。あ、みちる様、ようやくのご到着ですか。どうしてサチが先についてるのよ。まさか不思議な力でも使ったとでも言うの。飛ばすで。飛ばすか。飛ばすとはこちらの世界で言うところの魔法飛ばすのことかにゃ。そうよ、わかるでしょ。頭に魔法つけりゃ大体通じるの感づいてるでしょうが。そんなことよりどうしてるの好き。言ったではありませんか。今回は夢の水着会ですよ。飛ばすでの移動中でさえ水着の着用は必須のはず。というわけでミチル様にもこのようなものを用意しました。え、なにこれ、紐に見えるけど長めの水着です。この紐を水着だと認識すること、今の私には無理だから。そうでしょうか。早い段階で観客の心をつかむにはやはり適度なお色気、つまり紐水着の投入は今このタイミングかと思われますが。そうね、ちょっと着てみるわ。うわくてか。って無理でしょ。これやっぱりただの長めの紐だもん。いや、お気づきになられましたか。これは意外な。紐がどうとかよりテレビに映っていたあの子のことにゃ。そうそう、どこに。わあ、はじめまして。あなたがもう一人の。ああ、やっぱり本物だ。かずきちゃんでしょ。かずきちゃん。お、ほど気づいたんですが、こちらの魔法少女の方はおそらくトップアイドルの風見和樹その人ではないかと思います。トップアイドル。私ね、私もみちるって言います。和樹ちゃんに憧れてこの世界に入ったんです。本当なんです。ずっと憧れて。やだもん、やっぱりテレビで見るよりちっちゃくて可愛い。お肌なんてプニプニ。見てないや、見てないでブンブンが振り回してるだけにゃ。ねえねえ、後で一緒に写真撮ってもらってもいいですか。サインと握手も。あとね、あとね、かずきちゃんへの思いを綴ったポエムを5時間かけて作るので5時間待って聞いてやってください。ねえ、かずきちゃん、かずきちゃんってば。おい、話しなさい。待ってたわよ。おやおや、若干涙目ですね。強く抱きすぎにゃ。待ってたって、私のことを。なんで。まずちょっとお水飲みたい。ないのね。いいわ、続けましょう。まずちょっといいかしら。なぜそちらの方は水着を。なぜと申されましても、水着会とはそういうものですから。そう、まあいいわ。まず私があなたとメダルを奪い合うことになったもう一人の魔法少女だから、あなたのことを待っていたの。メダルを奪い合う。そうでちゅ、僕たちが先にメダルを手に入れるのでちゅ。途中こんなに早く候補を見つけるにゃんて。チュチュチュのチュ、その通り。
ニャンメルこそ早かったでちゅ。だけど奪い合うってどういうことにゃ。せっかく二人の魔法少女が出会ったとしたら、協力してセブンズカオスを封印すればいいにゃ。のんびりしている場合ではないのでちゅ。今大事なのは一刻も早くカオスを封印すること。そのためには願い事を目標に魔法少女に頑張ってもらうしかないのでちゅ。メダルケースは2つ、そして魔法少女も2人。しかし願いが叶えられるのは先着1名様だけ。これは激しい争奪戦になることが予想されるにゃ。譲ります。だって他でもない和希ちゃんなんだもの。私のことなんていいから、カオスを全部封印して願いをスパーッと叶えちゃってください。待って、ミチル様。怪しい。そいつは偽物です。メイドの勘で言ってみただけです。話を続けてください。ってことでお譲りいたします。そうはいかないの。松島さんと言ったわね。あなただって叶えたい夢があって、死の危険を恐れずに魔法少女に志願した。え、死の危険あるの？言ってなかったかにゃ。そんなの聞いてないんですけど。その覚悟があって、まああるとするわよ。志願した。それはきっとかけがえのない夢のためではないかしら。かけがえ全然ないです。これっぽっちも。だとしたらあなたは私と競ってその夢を叶える努力をするべきよ。でもそんなことしたら和希ちゃんの夢が。私はあなたには負けないわ。遠慮しなくて結構。そっか、じゃあそうします。ねえ、分かってる？大筋でいいけど理解はできてる？夢を簡単に諦めるなってことですよね。分かっているのならいいのだけれど、今から私たちはライバルよ。さ、手を出して。良きライバルとして。ちょっともう握手はいいから話しなさい。やっぱり和希ちゃん優しいな。さっき握手してって言ったらもうしてくれてるよ。やっけーでやっけー。そういう意味の握手ではないのよ。それと何度も言うけれど、その名前で呼ぶのはやめなさい。記号としての魔法少女が。ねえ、私松島みちるって言いまして、中学2年生なんですよ。趣味は爪でカリカリと値札を剥がすことで、好きな食べ物は餅全般。個人情報は必要ないわ。ね、でもね、話しなさい。はあ、もう憧れの和希ちゃんと握手できるなんて、もう優勝で笑いたくない。えい。では現場で会いましょう。ミチル様とは桁違いのスピード、信頼のバランス、ラグジュアリーな飛行体験。同じ魔法少女とは思えませんね。君大丈夫かにゃ。カズキちゃんに届かれちゃった。嬉しい。一生頭洗わない。はあ、いいから僕たちも現場に急行するにゃ。分かったわ。やる気出てきたし頑張っていきましょう。飛ぶよ。やっぱり遅い。私は徒歩で先に行けますね。オッケー、行けゴーゴー。大空は私のものよ。やれやれ。到着。ミチル様、徒歩での移動にてお待ちしておりました。スマホで録画しておいたマグロマンが1話と半分くらい見れてしまいました。
さいわね。さあ、どうなっているのかしら。うわぁ、いきなりこれやばいじゃないの。さあ、バタフライの練習。そうね、きっとただのバタフライよ。ってことで帰ります。現実から目を背けたらいけないにゃ。これはセブンズカオスの仕業にゃ。ですよね、あの人たち目つきがまともじゃないですもんね。実はステッキもさっきから警報が鳴りっぱなしだし、気象にも情報が出てるんだけど。何と出てるんですか。これはフンド。ああ、フンヌのことですね。これフンヌって読むの。なんか座り悪いな。フンドの方がすっきりする。もしかしてこの子本当にバカなのかにゃ。そうですよ。ミチル様、これ読めますか。マギシー。ご覧の通りです。これはどう考えてもマジックと読むにゃ。だったら MAJICK でマジックじゃないの。サチノは絶対にマギシーだよ。はいはい、マギシー、マギシー。いいから早く封印に向かうにゃ。わあ、さあ、フンドを封印するわよ。ですからミチル様、フンヌです。フンヌ。ちょっと慣れるために10回ぐらい言っていい。はい、いいですよ。フンヌ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 。よし、覚えたわ。これで完璧。この漢字は何と読みますか。フンド。こちらの英語はバギシー。使用者の知能レベルに合わせて文字表示を未就学時に設定します。もうに子供扱いされた。いいわよ、元のままで。本当に大丈夫ですか。大丈夫だって言ってるでしょ。戻しなさい、戻。揉めてる場合じゃないにゃ。急いでほしいにゃ。オッケー。で、ニャンメル、カオスとどうやって戦えばいいのかしら。臨機応変にゃ。わかったわ。で、具体的にどうすんのよ。攻撃魔法さえ覚えていればにゃ。ダメじゃない。手を出したら噛まれそうな勢い。あそこの人なんてフンヌに取り憑かれたがゆえに信じられないくらい震えてるわよ。はい、こうか。あれはただの震えているおじいちゃんですね。おっと、ここで新たな魔法少女が登場したようです。仮に魔法少女 B とさせていただきましょう。先ほどの魔法少女 A よりもがぜん間抜け面。どうもこれいつ放送ですか。生放送です。のぞみちゃん見てる。なんと、先ほどから姿を消していた魔法少女 A が舞い戻ってまいりました。果たしてどうなるのでしょうか。さあ、お手並み拝見といきまちかね。ミチル様、どうやって封印するんですか。どうするにゃ。この状態は、この危機的状況の中、魔法少女 B の出した結論とは。もう、持って帰ります。持って帰る。この状況、今の私だと対処できないので、一旦持って帰らせていただきます。なんと、魔法少女 B の出した結論は保留です。でも
も取り憑かれた人々が今にもプールから出てきそうにゃ。このまま放置したら危険だにゃ。心配ないわ。呼んだって。マジカルフター。まるで昆虫飼育のプロのような手際の良さ。新鮮な空気が入ってきてるから安全性に問題はないです。細かな配慮が伺えますね。ただものではありません。これで帰って考える時間はできたわ。思う存分策を練ってまた現場に戻ってきなさい。ありがとうございます。あ、行っちゃった。じゃあちょっと一旦帰りますんで失礼します。待ってください。あなたはどうやって帰るんですか。やっぱり先ほどの魔法少女 A のように空をピューッとひとっ飛びで。ええ、飛ばすです。飛ばすか。ひどい。だってしょうがないじゃないですか。魔法もろくに使えなくてあの場でどうしろって言うんですか。なんとかなれよ。それこそボールペン一本でもありゃどんな状況だって乗り越えられるもんだぞ。だってこれスティッキだしボールペンの要素とかないし。あ、下の方のキャップを取るとボールペンとしても使えるにゃ。なんでそんな要素入れたのよ。いつ使うのよ。急にメモ取る必要が出てきた時とかに。にゃ、使いにくいでしょ。観光地で売ってるでっかいボールペンじゃあるまいし。え、それ観光地で売ってるでっかいボールペンじゃないんですか。違うわよ。事の成り行きはずっと見てたのにいつ見失った。これ魔法のステッキ。魔法の。だから魔法少女がどうとか騒いでたんですね。すみません、サメのことを考えていたら一時的な記憶喪失に。夢中になりすぎだろう、サメに。でもテレビ局の人はついてこなかったですね。魔法少女がバスでご帰宅だというのに。中継を見ていたが、あっちの魔女っ子は派手に空を飛んだり魔法を使っていた。しかし松島は特に何もしてなかったからな。ただの危ないやつだと思われたんじゃねえか。もう初出勤なのに失敗した。でも和希ちゃんに会えたから。ですがあれは本当に風見和希さんだったんでしょうか。なぜトップアイドルの彼女が魔法少女なんかに。魔法少女って基本的にお調子者がなるものですよね。私は間違ったりしないもの。あれは絶対にカズキちゃん。どうしてあの子に肩入れするかわからないでちゅ。さっさとメダルを回収すればいいでちゅのに。まともにやって負けるわけがないわ。でも納得いかないのでちゅ。言ったはずよ。あの子にはあの子なりの夢があるはず。夢はすべての人にとって尊いもの。それにしたって理解できないでちゅよ。そうね。こんなことがあったの。あれは私がアイドルになったばかりのこと。そう、ちょうど一年前の話よ。私がテレビ局での収録を終えて帰ろうとすると、幼い子供が駆け寄ってきた。
小さな体に似合わないほどの大きな花束を持ってね。非常識なまでの仕事の忙しさで連日の徹夜続き。意識。かずきちゃん、たち、かずきちゃんの大ファンなの。そう、なるほどね。たち、大人になったらかずきちゃんみたいなアイドルになるの。それで一緒のステージに立つのが夢なの。そう、それはすごいわね。でもこんなところまで来て怒られるかちら。いいえ、あなたは悪くないわ。ほら君、どこから紛れ込んだんだ。見つかった。かずきちゃん、いつか絶対一緒のステージに立とうね。ええ、そうなるといいわね。ほらこっちに来なさい。恥ずかしくないのか。それがあたちの夢なの。きっとあの松島さんという魔法少女、その時の、いや、お言葉でちゅが、あの子は中学2年生って言ってたんでちゅよね。そうね。年齢が合わない気がするので、ただの他人なのではないでちゅか。うん、ただの他人ね。それではこれよりプールに幽閉されたカオス討伐の作戦立案会議を行う。わー、パチパチパチ。ではまずは松島、お前から案を出してもらおうか。え、私？そう、そうですね。あの人たちは怒りに任せて行動しているわけですよね。つまりカルシウムが足りないと思うんです。うん、そこでカルシウムのサプリメント的なものを買って与えればいいと思います。そうだな、今松島はいいことを言ったな。まず相手の頸動脈をナイフで。ちょっと待つにゃ。ん、どうした、会話上でそごでもあったか。そうにゃ、今気のせいでなければ会話にそごがあった気がするにゃ。他の案で頼むにゃ。わかった。じゃあ小峰、お前ならどうする。ミチル様のご指摘と同様、皆さん怒っていらっしゃるようです。まずは心を落ち着かせるためにアロマオイルを焚いてヒーリングミュージックを流すというのはいかがでしょうか。そうだな、今小峰はいいことを言ったな。まず相手の頸動脈をナイフで。だから待つにゃ。そごだな。わざとにゃ、絶対にわざとにゃ。ナイフでなく別の道具で脈を狙えということでしょうか。違うにゃ、水着は黙ってるにゃ。いいえ、私は黙りません。夢の水着会です。他の誰も水着でない以上、私に託されたものは大きいのです。私は立派だけど論点がずれてる気がするわね。あの人たちはセブンズカオスに心を支配されているだけにゃ。体は傷つけずに中からカオスだけ引きずり出す方法を考えないといけないにゃ。だったら頸動脈切れねえじゃねえかよ。そんなの全然面白くねえよ。カオスの封印に面白さは求めてないにゃよ。まともなアイディアは出てこないのかにゃ。だったらあんたが考えればいいでしょ。他の誰より詳しいわけだし。僕にはいいアイディアがあるにゃ。君におとりになってもらうにゃ。おとり？なんだか本格的な作戦ね。まずカオスに取り憑かれた一般人のふりをしてあのプールに潜入するにゃ。中心には混乱した人々を操っている、つまり直接カオスに憑かれている人がいるはずにゃ。見つかったらあとは臨機応変にゃ。お前本当に使えねえな。口を開けば臨機応変ばっかりじゃ。こっちだって初めての経験だから分かんないにゃ。皆さん喧嘩はやめてください。私の話を聞いてください。なんだよ。猫宮、お前本当に使えねえな。にゃんだって仲間割れしてる場合じゃないでしょう。一致団結してカオスを倒さなきゃいけないのよ。お、松島のくせにいいこと言うな。さすがミチル様です。え、
あ、へへへ。で、何かアイディアはあるにゃか？そうね。お金で解決できないかしら。お金でなんてそんにゃ。案外いけるかもしれないにゃ。ミチル様、落ち着いてください。例のテレビ局の集金ではありません。こちら、MNTK のものですが。あ、やっぱりテレビ局だ。やっぱり集金じゃないの。自由契約なので無理です。話題の魔法少女 B が水球アイドルの松島ミチルさんじゃないかと噂になっていますが、実際のところはいかがでしょうか。どうしよう、やっぱりバレちゃった。無視すりゃいいだろ、そのうち帰るさ。超絶美少女が魔法少女にということで、世間は騒然としていますよ。はいはい、今開けます。ああ、ダメだこれ。松島さんですか？魔法少女との関係性をお伺いしたいんですが。しまった、罠か。私、魔法少女なんて知りません。全く記憶にございません。ですよね。ウェイ、いえ、魔法少女について調べていたら、顔が酷似しているという理由で松島さんではないかと考える方がいらっしゃったんですが。ちょっとなんか、ねえ、こいつじゃねえな、と直感しました。長年の勘です。何よそれ。私じゃ不満だって言うの？不満というか、あんま魔法使えなさそうだなーっていうか、見た目のみの判断にはなりますが。そんなことないわよ。私だってちゃんとした魔法少女で、魔法の世界から猫が。まあ、誤解も解けたことですし、ここはお引き取りください。そうですね、時間の無駄なので他を当たってみることにします。失礼しました。いやー、何よ、なんで顔で判断するのよ。まあよかったじゃねえか、正体バレずに済んだし。そうね。はあ、間一髪。早くバレて魔法の力がなくなるところだったわ。なくならないのよ。え、そうなの？ほら、こういうのってバレたら変身できなくなるとか、魔法の国に帰らなくちゃいけないとか、特にないや。だったら私が魔法少女だって世間に知らせる。それで目立ってチヤホヤされる。ミチル様、お待ちください。リポさん、リポさん。面倒なのに見つかった。大スクープ持ってきましたよ、大スクープ。本当ですか？本当です。何を隠そう、あの魔法少女 B は、この松島ミチルなのであります。いよいよ、なして驚かないの？さっき否定してすぐ肯定って、なんだか嘘くさいですよね。いや、でも本当なんですよ。証拠に変身してみせます。まさかチュルチュルミラクルチュルチュラルン、魔法のステッキを、そのメロディーを聞かせて。認証できません。おい、しっかりしてよ。あなたがしっかりしてください。本当なんです。私こう見えてもあの魔法少女 B なんで。変身できないのに？できないけど、そうなんです。わかりました。では松島さんが本物だと信じましょう。わーい、やったね。では先ほどのパニックを放置したことによる非難が視聴者から集中していますが、それに関してどうお考えでしょうか？
混乱の原因に魔法少女が関与しているのではという声もあります。それが本当であるなら被害者や施設からの損害賠償請求も考えられますが、そちらについては、はあ、私魔法少女くるくるしこなんだ、やっぱりただのあれね、くるくるすごい。目立とうとした罰ですね。誰かを救うということはそれなりのリスクも包括していることが分かったな。また一つ勉強になってよかったじゃないか。はい、私もみちるお利口になりました。では作戦会議の続きをするにゃ。